ここは呼吸を整える青コーナースコット・シャファー、やっぱり怖い選手でした。そうですね、まあ、ユーヤ選手としてはあのダウン以外はすごくいいペースで左ボールから攻撃を組み立てていけてたので、そのまま続ければいいと思うんですけど、はい、またシャファーは逆にどんどん出てくるでしょうから。そうですね、また何かが起こりそうな2ラウンドですね。そしてシャファーがこれ丁寧に戦いますね、ローキックから。結構こうアメリカの選手ってミドル蹴られたら蹴られっぱなしが多いんですけど、右のローとか蹴り返しますし、キックボクシングの技術は高いですね。そうですね、あの元アメリカ空軍に所属していたそうですね。いいですね、こうキャラもあって、あの国旗がトランクス彩りを加えています。でもその国旗の下、ももはもう真っ赤に耳詰まりになってますね。ユーヤ選手右のロー逆にバンバン蹴って、これで足止めようとしてるんじゃないですかね。そしてユーヤのそのダウンのダメージの度合いですね。はい、ここまで見る限りだいぶ回復してきてるとは思うんですけどね。リカバリーしましたか、とにかく第1ラウンド終了間際はダウンを奪われた後はもう反応自体も遅くなっていました。はい、左のガード右だドンプシャリー。いやー右のロー蹴っといて今度は右のハイキック、下から上へ、はい、打ち分けていきました。そして得意の左ミドルキック左ハイ、山本優也が蹴り技でダウンを奪っています。いやシャファーもパンチを返す。いやただシャファーも今左フック当てたんで、ユーヤ選手も言ってますけどこれまだ分かんないですよ。これは蹴り技でダウンを奪いました、はい、パンチだけにいわゆる付き合うようになると怖いですね、はい、左の打ち合いシャファーは右、ここはボディへ膝もある。マウスピース打ってみましたよ、はいはい、あこれはシャファーがアピールしています。左フックが当たった時にマウスピース出しましたね、そうですね。前に出るのはユーヤ選手なんですけど、細かくシャファーのパンチも当たってるんで、はい、左ミドル、とにかくユーヤの起点はこれでいいんですか。はい、今の左の転下は膝蹴り良かったですね、ミドルずっと蹴っといてそこからボディを膝で攻めるっていうのは、はい、またの視点変わるんですごく攻撃としてはいいんですけど、ただなんかユーヤ選手打ち合いそうな感じがするんで。そうですね、はい、その心に火がつく瞬間、もうこの時点で完全に火はついている。距離を詰めるユーヤ、パンチの打ち合いだけになると危ないか。左ミドル、まだ30秒以上あります。ダウンを一つ奪い返している山本優也、右フック、左右ワンツーのパンチはシャファー。いやーこの距離もちょっとヒヤヒヤしますね。やっぱりガードしてという声は赤コーナーから飛んでいます。アッパーアッパー、顎へ打ち抜いて左フック、またマウスピースが、あらわになった。スーパーマンパンチからシェファー、ユウヤもいやよく倒れません。ここで2ラウンド目終了。いやー中村さん、これは体に悪いですね。そうですね、